何か独創的なアイデアは残っていますか？ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日はみんなが嫌う陳腐な筋書き映画のトップ10をご紹介します。やりすぎであるか、単純に非現実的な映画のお決まりのシーンを見ていきましょう。第10位、人生に一度の一目惚れ。これは両方のチェックが入ります。やりすぎで非現実的です。カップルが映画の中で一目惚れするシーンは多く見てきましたが、これは信じられない内容です。 Oh, are you okay? Are you okay? I'm great. ほとんど初対面同士の人生を台無しにしているということは驚くべきことですが、実際それが繰り返されています。 It's you. It's me.ロミオとジュリエットを筆頭に、2人の若者が数日しか一緒に過ごしたことない相手を選んで命を絶つこともあります。悲劇、もちろん。でもちょっと待って、家でも他の場所でも試してはいけません。第9位、解説オーバーロード。どのライティングのクラスでも最初に学ぶことがあります。しかし何人かの脚本家はこの重要な教訓を見逃したようです。ノーマン・ベイツ no longer exists.He only half existed to begin with. And now, the other half has taken over. SF 映画の脚本を書いているとき、観客に映画の説明をするのは難しい。This fossilized tree sap, which we call amber, waited for millions of years with the mosquito inside, until Jurassic Park scientists came along. しかし、まとめて説明するよりもいい方法があるはずです。何本かの映画は情報量をまとめきれず、説明的になってしまうリスクを冒しています。第8位、ひどい目的を持つ悪い男たち。 Where's Dr. Evil, huh? Where is he?映画の悪役ってどうしていつもこんなに無能なのでしょうか。ヒーローの銃は命中するのに、悪者たちは一度も成功しない戦闘シーンが数えきれないほどあります。歴史的にも最悪なのはスター・ウォーズのストームトルーパーです。そのひどさはマンダロリアンでもからかわれたほどです。しかし本当の問題はこう、悪人は非現実的なのか、善人が非現実的なのか。第7位、ヒーローになるために女性キャラクターを傷つける。Get down. この行き過ぎなお決まりのシーンは名前さえついています。それはフリッチング、主人公の行動を促すために女性キャラクターが殺されたり負傷したりすること。 Where is the ether? I'll never tell you.I believe you. かなり使い古されているうんざりなお約束。狂言回しの役回りの女性キャラクターを減らすという点でも不快。Boyfriend's got a big mouth. I know. Big temper too. 問題のある物語の進め方だと気づいているのに、現代映画ではそれが起き続けています。第6位、危機に備えてドレスアップ。ありえない話に聞こえるかもしれませんが、映画に登場する女性たちはどんな結末、どんな状況に置かれても常に身だしなみが整っています。 All I could think of was, what are the odds? Another marriageable woman to bring home to the folks. 男性は顎ひげがあったりしますが、女性は足や脇の下は綺麗、時には髪をゆったり化粧をしたりして、途中でほんのわずかな汗を落とすことさえめったにありません。
一目散に走るということもないかも。 Hey, where are you? I need you to open Paddock 9. 第5位、白の救世主。ハリウッドにはもっと多様性が必要ですね。 Do you have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me. 白人俳優を主に起用することと、取り残された地域社会を助けることができるのは白人だけという状況は全く別。これは白人が現地の人々を救うためにやってくるアバターのような映画の中に多く見られます。 I want to show her perspective. So people might understand what it's like from your side. しかし、ヘルプ、心がつなぐストーリーのような映画では、白人がアフリカ系アメリカ人の奮闘を代弁できる人物として描かれています。Churches over two counties sign our books. All for you and me. 第4位、捕まりたかった悪人。Could you please just give me a minute? ランキングにあるお決まりのシーンは基本的に映画が始まって以来見られますが、特にこれは近年人気が出てきているようです。Don't worry, I'm gonna tell you where they are. Both of them. And that's the point. You'll have to choose. 悪人たちが最初から捕まるつもりだったと分かる映画を初めて見たとしたら、あなたは驚いたかもしれません。If it's all the same to you. I'll have that drink now. このシーンは使われすぎて、脚本家たちが考えているような満足のいくどんでん返しには感じられなくなってきています。Are you surprised? Not particularly. But then you always wear a slippery one. 第3位、超人的ヒーロー。映画はリアルでないからこそ面白い時もあります。しかし時として主人公たちのその生き延び方に疑問視すべきではないかと感じることがあります。 You're late. Sorry. 明らかに一命を奪うような攻撃や事故に耐えられてしまうとか、負った傷の回復時間も魔法のように短いとか、 I'll fetch the surgeon, Will. Roland!You're the surgeon now. 人間の体の耐久性について非現実的な考えを見せてくれています。第2位、醜い女性。 Do I look nice? It's my first party dress. You look lovely. こういったシーンがコメディーになった映画をたくさん見てきました。 Where is the beautiful girl? My granddaughter Amelia. ハリウッドは重要な役に本当に魅力のない女性を雇うことはありません。Gonna take this and this and give you a princess. その代わりに醜い女の子に扮した明らかに美人な女優が登場します。Better, much better. メガネで薄化粧、そして地味な服装をすることが多いようです。This particular coif doesn't really go with your face shape.What do you have in mind? コンタクトをして露出度の高いドレスを着たら、じゃじゃーん。 Oh, kiss me beneath the melody twilight, leave me. これはやりすぎでしょう。夢を持たせるにも一般人にとって非現実的すぎて危険です。映画がこういったシーンにこだわっているからといってそれが悪い映画であるとは限りません。特にそれが最初なら。しかし今日の映画がこれらのいずれかを含む場合、それが怠惰であるかどうかは皆さんの判断にお任せします。1位の発表の前に不名誉な番外リストを見ていきましょう。便利なシート配置。 Okay, I'm gonna head out. Oh no. Thank you. Oh.Yes, no. 壊れたミラーは失われたアイデンティティ。妊婦のみの嘔吐。ヒーロー全員が孤児。They're the worst sort of muggles imaginable. They really are. The only family he has.This boy will be famous. さよならも言わず電話を切る。 Find another DOP or find yourself another job. 1位の発表の前にチャンネル登録と通知のオンを忘れずに。
通知の頻度はお選びいただけます。第1位、悪役は時間を無駄にして彼の綿密な計画を説明する。 Welcome, young Skywalker. これは本当によくあります。1位に選ばれてふさわしい。悪役たちはヒーローを捕まえると最終的にヒーローを殺すチャンスを無駄にしているようです。 My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. なぜでしょうか。彼らはマスタープランを説明せずにはいられないから。 The heat is swelling in you now. Take your Jedi weapon. 彼らはまた時間をかけて自分たちの勝利を北総へ見ます。もちろんこの間に逃げ出すか救出されるか一撃の機会を与えることになります。 For hate's sake, I spit my last breath at thee. なぜ今まで時間を無駄にせずに敵を殺すことを学んでこなかったのか。 Why don't you just kill him? No, Scott, I have an even better idea. I'm going to place him in an easily escapable situation involving an overly elaborate and exotic death.いかがでしたか。ウォッチモジョジャパンの他の動画もチェックしてください。チャンネル登録と通知の設定もお忘れなく。